おや、プロデューサー、まだ起きていらしたのですね。まあ、それは誠ですか。申し訳ありません。何もお手伝いできず。そうですね。承知しました、プロデューサー。お恥ずかしいことなのですが、あのライブの興奮が未だに冷めず、ついに私もあの空に輝く星の一つとなったなどと立場もわきまえぬことを空想して、ありがとうございます。ですが、あまり褒めすぎないでくださいませ。プロデューサーも以前おっしゃったように、私たちの活動はまだこれから。たとえ星の一つになれたとしても、夜空には他にもたくさんの星が輝いているのですから。このひとときだけは勝利の余韻をプロデューサーと共に。あ、プロデューサー、どちらに？どうでしたか。いえ、お疲れのところ呼び止めてしまって申し訳ありません。いえ、特に用というわけでは。いえ、小腹は空いていますが、そうではないのです。あの、実はもう少しだけここでお話をしていたいと。ありがとうございます。いえ、プロデューサーもお疲れかと思いましたし、それにいくら練習を積んでも本当に大切な気持ちを口にするのは私にはまだ難しいようで。さて、何でしょう。ではプロデューサー、もう少しだけ私と共に。おめでとうございます。ここまで来ちゃうなんて、さすがプロデューサーさんですよね。でもここまで来たからこそ、これからのライブは一筋縄ではいかないかもしれません。
会場を盛り上げるのは今まで以上に難しくなりますから。ユニットのタイプを合わせるだけだと、どんなに頑張ってもライブの盛り上がりは今一つなんてことも。そうなんです。でもその期待にしっかり応える秘訣がなんと実はあったりしちゃうんです。それはズバリアイドルユニットのイメージです。イメージはその名の通り、アイドルユニットの持つイメージのことです。アイドルユニットのイメージも衣装に左右されます。つまり話が早くて助かります。イメージにはキュート、クール、クレバー、コズミックの4種類があります。ライブとユニットのイメージを合わせると、思い出アピールをした時により盛り上がるようになるんですよ。ただしイメージはモロ刃の剣みたいなもので、相性が悪いと反発してしまいます。はい、ユニットとライブのイメージが反発していると、思い出アピールをしても逆に盛り上がりにくいんです。詳しいことはこちらの資料でしっかり確認しておいてくださいね。イメージどちらも合わせることができれば大盛り上がりは間違いありません。大変だと思いますけど、プロデューサーさんなら大丈夫なんて私が保証しても仕方ありませんけど、でも勝手に信じちゃってますからこれからもよろしくお願いしますね。おはよう。